です。今日は7月16日金曜日でございます。現在時刻は2時21分金曜日でございます。さあ本日も皆様お疲れ様でした。最高です。最高ですね。曲がります。すみません、曲がりますよ。わお、おう、田んぼ、田んぼに来ました。さあ今日も一日皆様お疲れ様でした。本当にね、今日はねちょっといつもと画角が違いますね。今ちょっとヤマダ電機のですねアウトレットという店舗があるんですけども、そちらにちょっと何かいいものはないかなとちょっと見に行ったんですけど、スマホのこう自撮り用の魚眼レンズというかね、拡張させるレンズがね1000円で売ってたんで、1000円高いのかな、安いのかな、なんか安い気がしたんです。安い気がしたので買いました。ちょっと箱潰しちゃったんですけど、これですね、自分撮りレンズ、超コンパクトで持ち運び楽々、マクロレンズ、魚眼レンズ、簡単に取り付けることができるということでね、箱を開けるとこういうものがついておりまして、こういうね、ここをスマホに挟み込んでですね、自分の方に向けて、これはちなみに魚眼レンズの、ちょっとレンズが大きいですねやっぱりね。こっちのパターンもこの後ちょっと変えてみますよ。これが今マクロレンズでございます。では魚眼レンズにチェンジ。はい、魚眼、なんかこの端っこの方がおかしいです。ここは欠けてますね。まあでもすごい魚眼。クマさん、クマさんいますからね、ちゃんとね。はい、クマさん、クマさん元気？オッケー。ちょっとマクロに戻しましょうかね。せーの。まあ新しい iPhone だったらね、もう多分純正でこのぐらいの画角にできるはずなんで、まあ、気分だけでも iPhone12 になったつもりでね。たまたま田んぼがちょっと周りにあるんですけど、見えますか？すごい綺麗な田んぼが綺麗でございます。これはお米なんでしょうかね。いいですね、風にサラサラしてますね。表面が気持ちよさそうです。さあ明日明後日お休みという方はお出かけするんですかね。もう梅雨がね明けたところも結構多くて、名古屋は多分明けてないんですよね。関東は明けたということですよね。夏ですね、夏です。夏を楽しんでいきましょう。暑いですけど、暑いけど大丈夫、大丈夫ですからね。うん、大丈夫、あなたは大丈夫です。あなたは大丈夫、安心してください、大丈夫です。さあではまた明日でございますね。また明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。あ、また明日。じゃあね。